兵庫県の青野ダムに来ております。四季をちゃんと感じれるダムかな。わーおー来た来た、よっしゃ、ゆっくり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 、もっと釣りたいの、もっと釣りたいよ、だから君と慣れてゆく空へ。おはようございます。さあ今回はですね、兵庫県の青野ダムに来ております。さあ今回は真夏のブラックバスゲーム、まあ厳しい状況の中かもしれないですが、本日も一日楽しく頑張って聴講させていただきます。行ってきます。さあ本日は徳永さんと一緒にブラックバスゲームさせていただきます。おはようございます。おはようございます。はい、ご無沙汰です。ご無沙汰です。はい、いや網釣りではで、ね、初めましての徳永さんでございます、はい、まず、はい、はじめに、はい、真夏の青野ダム、はい、フラットミノ、はい、ミノーフラットか、ミノーフラットですね。ハードコアからのミノーフラット 95F、はい、からスタートでいいんですか。そうですね、はい、ちょっとシャロー寄りに、まあ、あのちょっと減衰してカバーもちょっと寄ってないんですけど、その手前ぐらいをそのミノーでちょん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 とか、はい、ゆっくり巻いてもらうっていう感じですね。で、まあ、カバー寄りにいている魚が突き上げて食べてくるっていうイメージでやってもらう感じになりますね。はい、はい、で僕の方は、はい、フランク、MR ちょっとミッドレンジですね。2メーターちょいぐらいのところを潜らして釣っていく感じになります。はい、はい、青野ダムってどんなフィールドなんですか。青野ダムですか。結構ね、その切り立ったダムではなくて結構フラットにあるダムなんで、はい、あのイメージはこう大きな野池、うん、はい、あ、はい、そんなようなイメージ。そんな切り立ってドンプかなあれじゃないんで、そんな感じですね、はい、このダムは結構四季がちゃんとあって、はい、もう春はちゃんとスポーニングがあって、浅いところでスポーニングして、梅雨時期に入る、まあ、5月後半ぐらいからスポーニングのアフター回復して、で梅雨時期にだんだんなるにつれて表層からだんだん巻き物に釣れるようになってくるんで、で真夏になると今みたいな感じですね。だんだんちょっと深く魚が潜っていって、で秋になっていくとミドルレンジで釣れていく感じですね、巻き物で。で冬はボトムです。10メーター15メーターぐらいのところで釣れるっていう感じですね。結構四季をちゃんと感じれるダムかな。へー、はい、おー来ないね。わあ、おーちっちゃすぎる、ちっちゃすぎる、ちっちゃすぎるよ。かわいいちゃんだ。ちっちゃいんだ。めっちゃかわいいですよ。こんな予定ではないんですけど。いやいや、一匹は一匹ですからね。でもまあまあ、なんかボディはいい感じのボディ、すごいクオリティのあるね、うん、バスっぽい、しっかりした顔変、いい感じです。おめでとうございます。ありがとうございます。風吹いてきた、嫌だな。風いい風やけどな、ほんまは。ほんまはね。ほんま。うわ、来た。うわ、来てるやん。来てるやん。来てた。来てたやん。なに今の。来てない。こちらは来てなかった。来てなかった。来てたやん、今。止めた瞬間に。なんで？来てましたね。ちょっと風吹いて水動き出して反応しだしたんかな。
でも結構この手前やったもんね。超目の前でしたね。そう、青のダム60アップ全然いるんでしょ。釣れますよ、はい、釣りたいですね。釣りたい、うん、まだ60釣ったことないんで。あ、僕もでも言うても2本ぐらいしか釣ってないよ、青ので。すごいですね、こんなところに青のダム60いるなんて、ね、もう釣ってもらいたいな。いやほんまコバスぐらいやったら 2,3 匹は最低でも食うねんけど。減衰効いてるな。上流方面、はい、まあ先週ぐらいからちょっと減衰始めて、どうしても水の流れがないんで、少しでもあるようなちょっと上流方面に今日はちょっと狙っていきたいんですけど、はい、まあその中でもやはり、沈んでる立ち木であったりとか、はいはい、あとまあ岬周り岩盤ですね、そういうものをちょっとタイトに狙っていく感じで、はい、まあまあフラットミノー、クランク MR とかそういうのを使っていって、ちょっと沈んでると思うんですよね、うんうん、そこら辺のまあコバスが多いんですけど、はい、コバスとかまあまあいいバスがおればそれがゲットしていきたいなと思います。やっぱ暑いから。暑いですよ、水温30度以上です。やば、はい、来た。よっしゃ、ゆっくり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 上げて、上げられへんな、こういう時にかきって。ゆっくり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 、先生ゆっくりで、先生ゆっくり。これは別にあの上げ上げそんな丁寧にね、丁寧に丁寧に丁寧に、ね、丁寧に丁寧にやれ。さあやりました、今日のヒットルはハードコアクランク MR の 60F です。こちら珍しいと言っていいんでしょうか、この原始の中でも。コバスちゃんが遊んでくれて可愛いし嬉しい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ徳永さん、今回は楽しいバスになりましたね。なりました、なりましたよ。ありがとうございます。また秋、はい、冬と四季折々の青のダムが見れるバスということで、はい、お買い替えしたのでまたこちらに遊びに行きたいと思います、はい、そうですね、またいい時期にちょっと来ていただけたら、はい、はい、こちら今回はハードコア、はい、クランク MR60F に大変遊んでいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではまた来週。景色良くない？めちゃくちゃ夏の景色じゃない？釣り日和じゃない？